大坂城の戦が終わり、日本は新しい将軍のもとに統治された。翌年、将軍の新しい法が制定され、国家は安定した。何年にも及ぶ争いの傷も癒え、文化や経済は栄えることとなった。しかし、束の間の平和もそう長くは続かず、将軍を倒すという陰謀の噂が広がった。この首謀者を特定できる者はいない。しかし、名前のみが一人歩きしていた。その名も影様。うん、最後の一撃には魂を感じましたが、お二方とも守りがおろそかですぞ。侍には忍耐が必要です。さもなければ命を落とします。わかりました、無限先生。一緒に戦っても全くかなわぬ。先生は我らを倒すのを楽しんでいる。お二方の成長を楽しんでいるのです。マサル様、あなたと龍之介様は上様たちの息子ですから、その才覚はうちに眠っています。しかし、先生は一刀で私たちを倒しました。忍耐です。いつかお二方とも拙者に人たち浴びせられる日が来ます。楽しみにしております。失礼します、無限様。将軍様が無限様をお呼びです。すぐに参る。失礼いたします。はい、父上よろしく頼みます。兄上、私に幕府軍の指揮を取らせてください。影様であろうが、その名を語る者であろうが、捕らえましょう。ああ、その必要性が現れればな。今は己の将軍の知恵の前に頭を下げておれ。また明日にでも話そう。もちろんです、兄上。使いからの連絡をお待ちいたします。無限さん。昇様、お呼びでございますか、上様。無限よ、密偵が手紙をよこした。不穏な武器輸送があるとな。京都へ向かう馬車に鉄砲が乗せられている。影様でしょうか、姿を晒したのですか。そのようだ。輸送車を捕らえたい。どこから来たのか突き止めれば敵の正体がわかるはずだ。はは、仰せのままに。今回の問題は厄介だ。お前に全権限を預けよう。助けが必要なら注意して選ぶがよい。すでに心に思う者一人おります。よかろう、行け無限。影様を連れてくるのだ。はは、必ずや。お主を見つけるのは簡単ではなかったぞ、隼人殿。それも仕事のうちだ。だが、あんたからの手紙を受け取った。また助けが必要か。難しい任務がある。信頼のできる者にしか話せない任務だ。手紙。影様と会ったな。ただの噂だと思っていたが。奴は実在する。平和を脅かす脅威だと上様も認識している。そいつが捕獲対象だ。金が入るならその幻影を追ってもいいぜ。任務内容は、明日の夜明け、違法な武器が中山道で輸送される。
手紙に書いた場所を通過するだろう。お主にはその馬車を止めて見張りの士官を倒してほしい。知らせを受け次第幕府の者とそこへ向かう。お安い御用だ。よし、道中で会おう。ハヤト殿、それから…ん？また会えて嬉しい。俺もだ。よし、あれが輸送車か。なぜ止まっているんだ。うん、どうやら橋が壊れてしまったようだ。ちょうどいい。旗付きのが士官か。念のため4人は仕留めておくか。終わったら無限に合図を送るとしよう。あの像のあたりがちょうどいい。うん、奴らは何かを探しているようだ。誰かをかもしれないな。目立たぬように行動せねば。この辺りに隠れたはずだ。水のように動け。そこにいるのは分かっている。静かに。に隠れたはずだ。探せ。そこにいるのは分かっている。静かに。突入する。この辺りに隠れたはずだ。探せ。そこにいるのは分かっている。水のように動け。幼児隠れの術。手裏剣が狙いは外さない。音いただくぞ。音を立てるぞ。手裏剣を使おう。いや、風を切る。静かに。頂戴する。今の聞こえたぞ。罠か。面白い。動かないで。あんた何者？一匹狼か。ガキか。奴らが探していたのはお前か。いや、私じゃない。私は猫みたいに静かなんだ。こんなところで何をしているんだ。この荷馬車の積み荷を見かけて、こんなところじゃかわいそうだから、私が持って帰ってあげようと思ったんだ。そろそろ逃げた方がいい。ここはお子様のいる場所じゃない。他で遊びな。ねえ、私の罠を見たでしょ。連れてったら役に立つよ。追っ払ったってついていくけどね。お前の相手をしている暇はないんだが。まあいいだろう。ついてこい。ただし言うことを聞くんだぞ。はい、先生。先生はやめろ。
直は遅すぎる。今ならどうだ？遅すぎる。あ？油断すぎだ。差し足。はっ。時間がもったいないぞ。できるわよ。見事な立ち筋だ。ありがとう先生。その呼び方はやめろと言っただろう。我ながら上出来。君主様はお気に召さないぞ。突入する。まだ突っかえてるのか。時間がもったいないぞ。待って、私が鳥の声真似をするよ。うまくいくよ。今ならどうだ。音を立てるな。静かに。時間がもったいないぞ。止まれ。水のように動け。今ならどうだ。剣術突入する。よし行くぞ。手際いいんだね。ま、大人だからな。まあ、いったな。こりゃ厄介だ。待って、私が鳥の声真似をするよ。うまくいくよ。ふっ、ゆっくりと。剣術、狙いは外さない。進捗は？メロディー、行くわよ。鳥の声、できるわよ。水のように動け。出るな。手裏剣、狙いは外さない。手裏剣だ。私にも一つちょうだい。絶対にダメだ。どうして？
さしあし。馬車はまだ突っかえてるのか。我なき素敵なメロディー。静かにね。手裏剣術。どんどん飲めよ。どこだ。閉め。風を切る。全員。ないぞ。崖を見張れ。助けてくれ。誰かいるのか。メロディー。誰かいるのか。手裏剣術。静かに。風を切る。水に入れた。ゆっくりと。今行くわ。時間がもったいないぞ。崖を見張れ。ネズミの見事な立ち筋だ。ありがとう先生。その呼び方はやめろと言っただろう。メロディー、行くわよ。誰かいるのか。手裏剣を使おう。とせっ、いや、音をいただくぞ。静かに。水のように動け。あそこ、今の聞こえたぞ。見たんだ。あそこまで届かねえ。どうやってんの。先生堂々と戦え。メロディー、行くわよ。嫌なサプライズでしょ。バッチリなのね。蛇みたいに巻いて、素敵なメロディー。こそこそと。バッチリな罠ね。今行くわ。誰も行く。手を貸そうか。大丈夫だよ。ありがとう。静かに。音を立てるな。水のように動け。お気に召さないぞ。突入する。静かに。時間がもったいないぞ。教えろよ。刃が血を欲しがっている。水のように動け。油断するな。突然。遅すぎる。崖を見張れ。音を立てるな。静かに。百姓どうし、怒らせると危険だ。それをうまく。個人的な恨みはない。
間がもったいないぞ。進捗は？水のように動け。おいしい。怒らせると危険だ。それをうまく利用したらどうだ。傷つけないで。そこで眠っていろ。水のように動け。君主将殿を見張ってろよ。目覚ないぞ。こんなに時間がかかるのだ。静かに。おうし。怒らせると危険だ。それをうまく利用したらどうだ。傷つけないで。どうしよう。いや、ちょいとつくだけで十分だ。そうだな。時間は100勝目。私にもらってほしいって。集中しろ。簡単ね。嫌なサプライズでもらうわね。百姓どもを見張ってろよ。雲の巣に足を踏み入れるってね。突入する。誰もこの荷馬車に触れそうにはならねえ。荷馬車はまだ突っかえてるのか。こっちにはもっと荷馬車が。怠けた荷馬車だね。上には誰も注意を払っちゃいない。飛び乗ってやろうよ。悪い策ではない。できるわよ。集中しろよ。素敵なメロディー。この荷馬車に触れさせちゃならねえ。水のように動け。手裏剣を使おう。
一人目完了。誰かいるのか。水のように動け。君主様どもを見に召さないぞ。こっちにはもっと荷馬車。怠けた荷馬車だね。上には誰も注意を払っちゃいない。飛び乗ってやろうよ。悪い策ではない。一人目完了。今の聞こえたぞ。悪い策ではない。上から攻撃だ。悪い策ではない。手裏剣を使おう。いや、一人目完了。今の聞こえたぞ。他の周り知らせろ。お願い、助けてください。敵はまだいる。悪い策ではない。俺が敵の気をそらす。手裏剣を使おう。いや、一人目完了。悪い策ではない。正面楽しいわね。ワナさん起きてね。メロディー、雲の巣に足を踏み入れるってね。消えたぞ。悪い策ではない。ゆっくりと。ちゃんと動くわね。飲めよ。締め。雲の巣に足を踏み。メロディー、行くわよ。誰かいるのか。こそこそ。ドアため完了。悪い策ではない。誰かいるのか。狐が狩り中。はっ。抜き足。我ながら上出来。どんどん飲めよ。アホの牛め。静かにして。こそこそと。正々堂々と戦え。時間がもったいないぞ。馬車はまだ使えてるのか。かかれ。馬車はこそこそと。静かにね。時間がもったいないぞ。そう、静かにね。小刀さん、人目完了。見事な立ち筋だ。ありがとう先生。その呼び方はやめろと言っただろう。あそこまで届かねえ。
く証明。静かにして。こそこそと。しー静かにね。確証明。一目完了。見事な立ち筋だ。ありがとう先生。その呼び方はやめろと言っただろう。今行くわ。時間がもったいないぞ。嫌な鳥の声。今の聞こえたぞ。さしあし。たため完了。私にも。簡単ね。今ならどこだ？そう、静かにね。よっと。筋がいい。誰に教わった？野良猫さ。野良猫か。できるわよ。抜き足。美しい石だね。崖から身を乗り出すのが好きな石。誰かが下を通りかかるのを待っているのかもね。ああ、俺が使うような言葉ではないが、まあ原理は同じだ。狐が狩り中よ。なぜこんなに時間がかかるのだ。蛇みたいに。素敵なメロディー。なんだ？楽しいわね。3人目完了。ちょいとうますぎるんじゃないのか。どういう意味だい。なんでもない。あと一人。我ながら上出来。できるわよ。出るな。
戦中。突入する。男たちは一生懸命働いている。早く動いてよいな。刀を使うか。個人突入する。静かに。突入する。僕たちは一生懸命働いている。早く動けると良いな。剣術。音を立てるな。突入する。一生懸命働いている。音を立てるな。早く動けると良いな。剣術。突入する。簡単ね。ゆっくりと。水のように動け。突入する。静かに。
ろよ。今行くわ。狐が狩り中よ。今ならどうだ。ゆっくりと。水のように動け。居場所はまだつっかえてるのか。刀を使うか。進捗は？音を立てるな。水のように動け。幼児隠れの術。今のは何だ？何でもないな。あそこの荷馬車が見えるか。大砲が乗ってるやつだ。お、車輪が止められてるね。自由になりたがってるよ。ならば止め具を破壊するべきだ。教えろよ。あと4つ。あれは何だ。次は象の場所で無限に合図を送らねばならん。無限って誰？すぐにわかる。手裏剣術。残念だな。突入する。叫け。静かに。水のように動け。こそこそと。醜いやつだ。差し足。
しいわね。静かにね。簡単ね。鮮やかな服で怪しい男。うん、黄色の着物。何故奴らは僧侶と行動を？旅の安全祈願でもしてるのかしら。ならば祈りは聞かなかったということだろう。手裏剣が使う。風を切る。突入する。水のように動け。酒。突入する。刃が血を欲しがって。かかるんだ。この場所は多くかも。勇者だ。酒。へい。突入する。注目。音を立てるな。刃が血を欲しがっている。あとどのくらいかかるの？剣術。水のように動け。どのくらいかかるんだ。この場所も静かに。動かねえよ。何をしてるんだ。俺が敵の気をそらす。水のように動け。刃が血を欲しがっている。個人的な恨みは。できるわよ。静かにして。突入する。静かに。突入する。手裏剣を突く。いや、狙いは外さない。いただくぞ。音を立てるな。水のように動け。音を立てるな。頭を下げている。はい、先生。全体進め。上様のために。
抵抗もほとんどなく荷馬車を抑えた。相変わらず切れる腕前だな。正直に申すとちょいと手助けがあったのでな。ああ、連れを見た。彼女はどうだ。ちょいと手荒だが才能は確かだ。それか俺が不注意になっておるのか。どうやって俺に忍び寄ったのか。なんだって隼人殿。なんでもない。隠れ家で落ち合うんだったな。名は何と申す少女よ。ユキです、お侍様。いい名だ。私は大城無限。恐れることはない。隼人先生のお友達ですか。そうだと思いたい。やつはそうは思っておらんかもしれぬがな。お侍様、お二人と一緒にいてもいいですか。ちょっとだけ。どうするか考えておったところだ。隼人殿は実に感心しておるようだが、しかし幼子をこんな危険な目に。お願いです、私はあの方の弟子になりたい。あの方の技を覚えたいんです。考えておこう。